とまずちょっとそのスタイル作るんだったらちょっと手にオイルを塗りますね。手にオイル、はい、ちょっと質感を作っていった方が分かりやすいんで。なるほど、質感作りながら近づけていくる。そうですね、僕はそうしますね。で今こういう感じですよね、はい、でくびれからまず最初作っちゃいますね。くびれ、はい、はい、でくびれをどう作るかっていうと、くびれのここの中にそぎっていうよりは毛先の重さはあるじゃないですか、はい、でこれウィッグなんでどうなるか分かんないですけど、ここなんかこのくびれあるじゃないですか、はい、でここキュッてその下になって、なんていうの、こういう風になってるんで、はい、結構軽さが必要なのかなって気がしたんですよ、はい、なんか A ラインじゃないので、はい、でその質感を作るんだったら、で表面はやらないようにして、この反対側もちょっとやってみますね。ちょっとこういう感じに変えていかないと、毛量費とかはいいモデルさんとかだったらもう毛量も少なくて花からもそういうの作れちゃうんで。こんなにあれなんですね。シルエット調整っていうのは非常に大切で、どうしていくか、ここをどうしてすごいシルエットがもうできるんですよ。めちゃめちゃ柔らかい感じで量してる。そうですね、結構柔らかく感じる。あとはバックウェイトをちょっと決めます、はい、で、バックウェイトがなんか多分この辺でどこでウェイトがあるのかなっていうのを、下の長さちょっと足りてないんで、はい、ここちょっと段差入ってるじゃないですか、はい、なんで多分この人はちょっとかなり下めのウェイトだと思うんで、僕の見た感じだと、はい、なので下めのウェイトでこの辺かなっていう、うん、そうですね。そして一回ここで止めて、はい、バックを止めます、はい、うん、サイドはもうなんか一体型でいけそうなんで、バックだけこの位置なので、ここをこのバックのところちょっと雑ですけど、ここを一気にいっちゃいます。一気に、はい、長さはちょっと下薄いから、本当はもうこの位置なんですけど、ウィッグ薄いからもうちょっと上上げます。はい、この辺なんで、ここなんかちょっと前下がり風に、僕はここがね前下がり風に見えるんで、はい、なんかちょっと、この場合だったらここを落として、あとは、はい、ペンシルシザーでその束感をちょっと作るかな、下切るかな、下がもうないですもんね。でこのバック汚くつながってるんで、中間から巻いて毛先にコテで濡らしてるんですか。そうですね、なんかそんな感じですね。濡らしちょっと丸いコテじゃないんで、はい、ちょっとまあ、お父さんってコテも使うんですか。使いますよ、で、ちゃんと。あ、ダイソンのあのコテってどうなんですか。ダイソンのコテはね、はい、うちのデジコアパーマかけた時いいんですけど、はい、通常はやっぱちょっと使えないです。あ、そうなんですか。はい、結構きついです実際。おばちゃんみたいなんですか。いや、結構いいんですけど、はい、なんかな、やっぱちょっとなんかアイロンの方が早いですよね。確かに、コテの方が。確かに、コテの方が作業効率が結構悪くなっちゃう感じにしてから、最後にまたダイバルを入れますね。僕だったら、はい、人がちょっと前下がりからつながるみたいな。あ、まあこんな感じですかね。あ、でも すごいですね、毛量調整が あれのあれでほぼあれだけですもんね。うん、こういう感じでいきますね。これやります。やりますか。難しいですなんかもう一個もほぼやったことやってないことしかやってないですが、はい、ただこの人すごい薄いんですよ、はい、こういうお客さんもいますから本当に、はい、そうするとこれってここをレイヤー入れちゃうと下もうほんと毛なくなる、クラゲみたいになっちゃう。なりますよね。こういう時にダイバルで無理やりつなぐしかないですよね。なるほど、ダイバルで無理やりつなぐっていうのは。でもこれで慣れると普通のブラウンドシーザーでめっちゃ指切りそうじゃないですか。ちょっと慣れてきましたね、ちょっとだけなんかだんだん手つきがちょっとそろそろスクラッチって全体に動き出しますか。ちょっとやるだけやってみます。そ
例えばそのスイング使ってやれば、これとまあ別かもしれないですけど、はい、このフォームでこうやってみながら、そう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 、お、いいね。なんかちょっとミセススタイルみたいなのがあった方がいいと思うんで、ミセス、はい、ミセスじゃなくてもまあ若い人でも全然いいんですけど、まずじゃあウェイトラインを決めて、ちょっと上にします。グラデーションボブのちょっと長いみたいなやつをちょっと切りますね。いろいろできる、応用できるやつなんで、この辺でちょっとウェイトのバランスの位置を決めて、はい、でサイドを取ります。こういう自由自在、レザーみたくちょっと使えたらいいかなと思います。はい、で最後は今度襟足の長さを決めますね。これちょっとやってもらいますかね。はい、で今度この辺を、そしたらまああんまりラインがこう出ないんで、で上を下ろします。で上を下ろしたら、上を下ろして、上も超長いですけど、今度バックの方から切ります。はい、前下がりにするのか、前上がりはないかな。これとさっきのここのところをつなげます。このバックと、はい、バックの三つ襟のやつとここをちょっとつなげます。レザーカットみたいな感じにも使えるんですね。こういうふうにね、それっぽい感じに切りました。少しまあもっと細かくやっていく必要ありますけど、この後ろがこういう、なんで少し、まあ、若い人とおばちゃんの作り方ちょっと違うんですけど、若い子はこういうディスコネちょっと組み合わせてレザーでカットしたような方がちょっとおしゃれに見えますよね。なんで、まあ、こういうディスコネ風のというスタイルにしてます。なるほど、ちょっと似てますよね。はい、前髪が長ければそれになるんで、こう削って表面削る、これはベストなんですよ。はい、これ一個覚えておくといいかもしれないですけど、これも基本の束感の作り方なんで。確かに、うん、理にかなっていいね。もこれがこの毛束のもう一番いい状態なんですね。なるほど。はい、